いらっしゃいませ、お久しぶりです。喫茶竹林でございます。ちょっとやりすぎましたねいろんなことを。久しぶりじゃないですか、この動画をアップロードするの。まあすっかり遅刻してるんですが、3月4日にだよな、確かゲームイベントがあってそれに出ます。でそれが終わればまあそんなにと思ってたんですけど、急にいろんなことが入ってきまして、ちょっとお願いされていた、なんだろうな、こういうネオのものを作ってほしいなっていうこともあったりですね。あとは明後日に地域のお祭りみたいなのがありまして、イベントが、それでなんかワークショップやってくんねえかっていう連絡があって、うんって言わなきゃいいのにねそこでねうん分かったって言っちゃったんで、やるしかないっていうことで、それの準備で、こんなこれ LED ランタン、ちょっと今指紋がめちゃついてますけど、アクリルを星型に切ってこう LED のね、スパゲティ LED で、フィラメント LED っていうのかな、正しくはスパゲティ LED とか言ったりしますけど、が光る、こういうのね、ワークショップやってくれてるんで、これを30個準備してて、ここにねほらこんなに あの星型に切ったアクリルがありますがね、はい、こんなことやったりですね。で来週は、まだ控えてるわけですよ。来週は、所沢の方で、これもお手伝いなんですけど、ライトイットアップブルー所沢っていうのが、ちょっとすみません、チラシがすぐ出てこないがありまして、そこでちょっと、なんだろう、今あんまり使ってない壁伝いに流れる噴水みたいなのがあるんですけど、それを使ってなんかこう映像で遊べるようなものできないですかねっていうことで、あのボランティア活動をされてる方たちがいて、なんかお手伝いしていただけませんかということでお話しいただいたので、そこでこう絵を描いたら、そのなんだろう、今はあまり使われていない噴水のようなものに映像が映るっていう仕組みを作ったりしてまして、それをやってでしょでこれもう無理かなと思ってるんですけど、4月の30日にまた、あの、あ、こっちは大丈夫なんですよ。4月の30日に今持ち回ってるジェットコーラっていうゲームをもう一回展示できるチャンスが来たんですね。コナミさんのインディーゲームのイベントに通りました。通ったのか当たったのか分かんないですけど、通りました。なのでそれを目指して今ジェットコーラを新しく作り直そうと。ジェットコーラっていうのは、僕が開発しているゲームセンターにあるようなアーケードゲームでコーラのボトルを振って遊ぶゲームなんですけど、それを改良してまして、それは4月の30と5月の13、14かな、はい。で6月は確かないはずなんですけど、7月は出たいところがあるので、それは今応募してます。8月も出たいところがあるので応募してます。9月も出たいところがあるので応募してますはい。で来年の3月も出たいところがあるので、それがデッドラインが12月なので応募してます。で そうだ、その間に6月にこのワークショップをもう一回どっかでやってくんねえかって言われてて、なるほどなと思って、どうしようかなどうしようかな頑張ればできる、頑張るのだと思ってるんですけど、なんかもう疲れてきてやりすぎてでおろそかになるわけじゃないですか、こういう動画収録がね、良くないなと。で
毎週土曜日にノリトさんとやっている番組もちょっとそっちはちゃんとね、ちゃんとっつったらあれですけど、お仕事のタイミングとかぶってしまって、それも急に入ってきたんですよ。急に2月の末に3月の頭のライブちょっとなんかやってくんねえかって言われてって言ってやってきましたけど、はい、でもね、ありがたいです、そうやってお話いただけるんですから。でやってきて、なんかね、良かったっすよ、それは。うん、かっこよかった使い方が。うん、はい、そんな怒涛なのかな、怒涛か、なんか3月そうでもないと思ってたら怒涛でしたね。でいろいろね、こんなワークショップに切ったり、あとはね、なんかよくわかんない USB のケーブルを発展したり、あとは今その CNC 加工っていうので加工機で加工してるんですけど、開封しましょうか。何が届いてるのか開封しましょうか。その CNC で加工できる、はい、CNC で加工できる、よいしょ、加工できるらしい板ですね。はい、板、ポリカーボネートの板、こういうのが毎日続々お家に届きます。こういう素材を使ってどこまで何が加工できるかとか実験したりしてるわけですね。はい、これね、いいんですよ。 CNC でやるとアクリル板を CNC で削ると溶けるんですね。で溶けてその回転する CNC っていうのは電動ドリルあるじゃないですか、ビーンって。であれでこう木に穴開けたりしたりしますよね。あれをこう下向きにして、でコンピューターがこうグッて押さえたりグッて動いたりっていうのを計算しながら動かしてくれる、切削マシーンって呼ばれるやつなんですけど、その切削マシーンでアクリルやると熱でアクリルが溶けちゃってそのドリルに絡まって折れるんですよ、バキって。でこれよろしくないってことで、アクリル板でもちょっといろいろ設定を探ったりしてやんないとうまくいかないんですけど、このポリカーボネートならどうやら溶けないらしいという噂を聞きつけまして、ヤフーオークションで格安で売ってるやつを購入しました普通に買うと高いんだよな。高いって言っても、まあ、A4 サイズ1枚で多分1500円くらいかな、1400円くらい。まあめちゃくちゃ高いわけでもないですけど、なんかお昼ご飯とかね、夕ご飯外で食べたら1回分みたいななんかじゃないですか。グッときますよね、そう例えると。それをこう実験用として何の形にもならないものを購入してですね、延々とテストしていくわけなんですけど、それをヤフーオークションで買うとですよ、なんとこれ1枚確かね、2枚今なら2枚セットで確か1枚400円くらいで買えたと思うんですよ。なんでセットで800円、今ならセットで800円だったんで、これはテストにちょうどいいと思って買いました。でこれを切削してですね、ここにいろいろですね詰め込んだりあれやこれを詰め込んだりペイントしてみたりですね、あと造形してみたりして、こう技を磨いていくという、技ばっかり磨いて何でも作品になってないんじゃないかっていうね噂もありますけど、意外とそうでもなくていろいろできてきたり、あとはこういう技術が溜まってくるとやっとあれが作れるなっていうようなものがこう頭の中ではぐるぐるしてきたんです。ポリカーボネートの開封動画なんかしてるやつ誰もいないですよね何の得もないですからね、みんなワクワクもしないですし、何が出るんだろうって。ポリカーボネートの板です、はいすいません。まあでもそういう結果がこういう風にね結びついてくるので、割とね可愛く出てたんですよ。で小学校の皆さん、小学生くらいかな、幼稚園はちょっと難しいと思うんですけど、小学生くらいの皆さんが比較的簡単にLED をこういう風な形の照明にできるって、電池で駆動するんで危なくないっていうのを作れたんで、これをあさって東大和市でワークショップでやりますんで、もしよければ
東大和未来基地で検索していただけるとそのワークショップの情報が出てきますので、なぜかねおしゃれランタンで紹介されてますなんでかっていうと、ワークショップやってって言われてからこの内容決まるまでの間にチラシが出たんで全然内容決まってなかった。さてさて、久しぶりなのでえらい喋りすぎております。もう10分経過しておりますので、そろそろ今日紹介する音楽に行きましょうと。なんかねそんな感じの生活をここに3週間くらい送っていたので、まともに音楽を聴けるマインドにならなかったんですよ。でそれ自体がすごい珍しいことで、若干こう体調も良くなかったんですよ。でああこれが年を取るということかと、音楽を聴けないなんてことが、今までなかったのでちょっとびっくりしまして、どうしたもんかなってちょっと悩ん、聴きゃいいんですよ、悩むも何も音楽なんて再生ボタンを押したらいくらでも聴けるわけですから聴きゃいいんですけど、これね聴く気になれない状態だったりが続いていたのでどうしたもんかなって思ってたんですけど、この一曲で全てがひっくり返りましたということで、今日紹介するのは、あもう準備してない、ごめんなさいね、東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング長屋春子だっけ、緑黄色社会のボーカリストですねの青い春のエチュードって曲が、これがやばい、スカパラらしい楽曲とものすごいマッチしてるこの緑黄色社会の長屋さんのボーカル、素晴らしいですね。物落ちしないというかものすごい迫力で、あの大御所バンドにこう食らいつくというよりはもう引っ張っていくみたいな様子に見えちゃう、あのパワーと、楽曲は歌詞相変わらず歌詞あまり分かってないんですけど、なんか卒業ソングなんじゃないですかね、多分ですよ、青い春のエチュードですから、青い春青春でしょ、エチュード練習曲とかそういうことですよね、練習とか修作とかそういうことですよね、妄想してんのかな、これから私こういう風になるよみたいな、歌詞読みはいいんですけど歌詞がないのでごめんなさいね、めちゃくちゃ聞いてんのに歌詞が全く頭に入ってないんですけど、なんとなく卒業ソングな気がします。でとにかく楽曲がいい、とにかくいい、あの勢いがものすごい持ってかれました。なんかもっとこうしっとりした曲とか思ったんですけど、全然全然こうなんだろう、ある意味こうマインド的には闇上がりの状態で音楽をどう聴こうかっていうようなマインドで生きていたんですけど、もう全然いきなり激辛麻婆豆腐来ましたみたいな、で食べてみたら美味しくて止まりませんっていうような状態です。で多分お腹壊すんですよお腹壊すんですけど、まあいいんですそれで、はい、こんなものすごくあのパワフルで大好きな一曲なので、ぜひぜひ聴いてみてください。それでは東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング長屋春子緑黄色社会青い春のエチュードをどうぞ。キサチクリン、また来週、全然最近生配信もできていない状態ですが、こういうのを作ったりする配信すりゃいいんですよね、ブツブツ言いながらレーザーカッターで切ってるときにビョーンとかってこれ切ってるときにね、切ってますって言って、うわずれたとか言いながら、誰が見るかわからないですけど、意外と面白いですよこういうの作ってるの、あの見ていると、あの僕自身も作ってるのは僕自身じゃなくて、あの周りにある機材君たちが作ってくれてるので、僕も見ている側なんで、意外とねこれ作ってくれるとか面白いんで、それでもいいのかね、はい、まあいいですということで、喫茶地区にまた来週お待ちしております。それではどうぞ。